こんにちは、更年期トータルケアインストラクターの永田恭子です。今回は更年期から知らないとやばい足腰を鍛える方法実践編トップ3をご紹介していきます。簡単に私の自己紹介をすると、更年期サポートの NPO 法人ジェブラという団体を立ち上げて、企業さんや自治体さん、医療機関などへ出張して更年期ケアプログラムをお届けしています。おかげさまでこのような本も出ました。プログラムは今までで2万人以上の方が受講してくださっています。私のこと詳しくはプロフィールを概要欄に貼ってありますのでご覧ください。さあ、先日ですね、このようなお悩みの声が届きました。体力が落ちてきてとっても疲れやすいんです。外を出歩くのも億劫で、この先が不安なんです。50歳の女性の方からです。実はですね、更年期症状、自覚する症状として一番多い回答というのが、疲れやすい、最近疲れやすいと感じるようになったという答えなんです。疲れやすくなって、やっぱり若い頃とは違うわというふうに悩みを抱える方っていうのは非常に多いんですね。そこで今回この動画を最後までご覧いただけますと、生活を快適にするために必要な筋肉や、また運動方法実践編ですね、具体的などんな運動をしていけばいいのかということが分かります。体力に不安を感じる方、また10年後も20年後も30年後も快適に過ごしていきたいという方は、ぜひこの動画最後までご覧ください。さあ、このようにチェブラチャンネルでは、更年期を美しく健康に快適に過ごしていけるようなヒントやアイデアを発信しています。症状別の対策ケア方法や、更年期にどんなことが体の中で起こっているのかという知識のことなどなどお届けしています。30代後半、40代、50代の女性の方はチャンネル登録していて損はないと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、では早速見ていきましょう。更年期からやらないとやばい足腰を鍛えていく方法実践編トップ3です。で、疲れやすさっていうので、どうして足腰の筋肉なのかっていうのをちょっと皆さんと共有していきたいなというふうに思うんですけれども、なんで足腰の筋肉鍛えるっていうことが重要なのかと言いますと、これ足腰の筋肉鍛えると疲れにくくなるからなんです。これ意外だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。もうどうしても疲れやすくなってしまうっていうのは、年のせいだから仕方がないのかなっていうふうに思われがちなんですけれども、しっかり筋肉回復させてあげると疲れにくくなるんですね。立ち仕事をしていても、歩いたり遠出をして走ったりしていても、とっても疲れにくくなるということがあります。で、またそれだけではありません。筋肉しっかり使えるようになると、関節をちゃんと守ってくれるので、膝とか腰を痛めにくくなるっていうようなメリットがあります。で、またですね、骨密度を増やすっていう風に書いてあるんですけれども、しっかり筋肉を使って、でまた運動をして骨に衝撃を与えてあげるっていうことで、骨量を増やすっていうことができるようになるんです。骨粗鬆症って、もう女性である、骨がボロボロになってしまう病気、折れやすくなってしまう病気なんですけれども、女性であるっていうだけでリスク要因だというふうに言われていますけれども、だけれどもしっかり体を動かしてあげたり、骨に衝撃を与えてあげるということで、随分そのリスクを減らしてあげるっていうことができるようになってきます。で、また足は第二の心臓、ポンプの役割というふうに書いてありますけれども、まさに特にふくらはぎの筋肉ですねを動かしてあげると、下半身に溜まってきたこの血液をちゃんと上半身に戻してくれるっていう役割があるんです。なので、しっかり足の筋肉を鍛えられたり、また使ったりすると、足のむくみを予防してあげたり、また冷えの予防や解消にもつながってくるというような効果があります。そして基礎代謝をアップする、もうこれは言うまでもないですよね。私たちの筋肉、特に下半身の筋肉っていうのは全体の筋肉量の7割を占めているというふうに言われています。そこの筋肉鍛えると、基礎代謝がアップして、とっても痩せやすく、そして快適な体に近づいていくというようなメリットがあるんです。ではですね、どんな風にして鍛えていきましょうというの で今回はトップ3ですね、もう3つのエクササイズ方法をご紹介していきます。まず1つ目はこちらです。体操方法1、椅子に座りながらつま先を上げて下げて上げて下げてという風に動かしていくという体操です。こんな簡単なこと
くいいのって思うかもしれないんですけれども、やってみると意外ときついかもと思うかもしれません。ここで動かす筋肉、どういった筋肉かというと頸骨筋と呼ばれる筋肉なんですけれども、これしっかりこの頸骨筋、すねの前側の筋肉動かしてあげることができると、歩く時に足を前に出しやすくなるんですね。こう私たちこう歩いていて段差もないのにつまずくみたいな経験ありませんか？私はあるんですけれども、これですね、しっかりとつま先が上がるようになるには、この今から鍛える頸骨筋っていう筋肉がめちゃくちゃ重要です。でここの筋肉鍛えられると、やっぱりこう足がちゃんと上がるので、転倒のリスク、転んじゃうリスクっていうのをすごくこう下げることができるんですね。なのでぜひぜひ一緒に行っていきましょう。はい、ではですね、椅子に座っていただいて、でそしてこの足首のあたりを見ておいてください。でこの足首のあたりをですね動かしていきます。つま先を上下に動かすようなつもりでパタンパタンと動かしていきます。でそうするとさっき言ったこの頸骨筋ですね、すねの前側の筋肉が鍛えられていきます。これを20回行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。続いては実践体操方法2つ目です。椅子に座りながらスクワットを行っていきます。これですね、もし筋力にめちゃくちゃ自信がありますという方はですね、この体操方法には飛ばしていただいて構いませんので、体操方法3から一緒に行っていってみてください。でそしてちょっと筋力とか正しいフォームに不安があるなっていう方はですね、この椅子を使いながら行うスクワット方法を一緒に行っていきましょう。というのもこれなぜかというと、こう椅子に座って行うスクワットっていうのは正しいフォームが取りやすいんですね。この正しいフォームっていうのは膝とか腰とか関節を痛めずに筋肉を鍛えていくフォーム、姿勢ですね、というのがとっても取りやすいですので、まず体にこの形っていうのを覚え込ませるという意味でもとってもおすすめですので、ぜひ一緒に行っていきましょう。それでは椅子に座った状態からスクワットを行っていきます。足の幅は肩幅ぐらいに開いておいてください。でそして股関節部分から上半身を前に倒しておきます。でこの状態から、ゆっくりと立ち上がります。膝を伸ばします。でそしてこの状態からゆっくりとお尻を沈み込めて、そして椅子に腰掛けるようにしていきます。このスクワットを繰り返していきましょう。10セット行っていきましょう。いきます。せーの、アップダウン、アップダウン、あと8回です。アップダウン、アップダウン、あと6回頑張りましょう。アップダウン、ダウンするときにですね、お尻が急にストンと沈み込んでしまわないように、しっかりとこのももの前側の筋肉を使っていただいて、ゆっくりと体を動かしていきます。あと2回です。頑張りましょう。アップダウン、ラスト1回、アップダウン。はい、OK です。続いて実践体操方法の3つ目です。今度は椅子を使わずに自分の筋力だけを使ってスクワットを行っていきます。でこの時のポイントは前傾姿勢でスクワットを行っていくということです。これしっかり足の付け根から上体を前に倒していただいて、前傾でですねスクワットを行うということで、この下半身全体の筋肉を鍛えてあげるっていうことができるっていうことと、あともう一つは腹筋とか背筋というようなこの体幹部分の筋肉も一緒に鍛えてあげる、要は本当に全身の筋肉を鍛えてあげるというような効果がありますので、こちらもできる方はですねぜひ一緒にチャレンジしていきましょう。はい、ではですね、立った状態からのスクワット方法です。まず足は肩幅の 1.5 倍に開きます。そして足の付け根から上半身を前に倒していきます。でそして、この状態からゆっくりとお尻を床に
沈めます、そしてアップします。そうです。でこう沈み込んだ時に自分のももの裏側と床とが平行になるようにしていってください。でそしてアップします。これしっかりとこの前傾姿勢を保ちながらスクワットをするということで、このスクワットで足の筋肉が鍛えられるだけではなくて腹筋と背筋の力も鍛えるということができますので、このスクワット方法を10セット一緒に行っていきます。ではよろしいでしょうか。足の付け根から上体を前に倒していただいて10セット行っていきましょう。いきます、せーの、ゆっくり沈み込みます、そしてアップします、ゆっくりダウン、アップします、あと8回です、ダウン、アップ、ダウン、アップ、あと6回頑張りましょう、ダウン、アップ。しっかりとですね、このももの裏側が床と平行にね近づくぐらい沈み込みます。するとねより鍛えられます、ダウン、アップ、あと4回頑張りましょう、ダウン、アップ、ダウン、アップ、あと2回です、ダウン、アップ、ダウン、ラストです、アップ。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今ですね、足の筋肉を鍛えていくという方法を行っていったんですけれども、実は60歳以上の方にとったアンケートの声からですね、このような声が上がっています。足腰の衰えっていうのは健康不安要因のナンバーワンなんですね。で、40代50代から筋肉を鍛えておけるかどうかで、その先の10年が決まりますよ。だからもう今若い人たちに何を伝えたいですかって言ったら、もう今から体を動かしなさい、今から運動して筋肉鍛えときなさいというような声をですね、もう先輩の女性たちから多く上がっているんです。ぜひね、これはもう先人たちの知恵として私たちは素直に聞いていった方がいいのかなというふうに思いますので、ぜひ続けていただけたらなというふうに思います。でこのようにチェブラチャンネルでは、更年期をテーマに正しい知識や、また対策エクササイズ方法などなどご紹介をしています。今日は下半身を鍛えていくような、そんなエクササイズ方法をご紹介したんですけれども、全身を整えていくようなエクササイズというような動画もありますので、もっと知りたい、もっと取り組みたいという方はですね、ぜひこちらの動画もご覧になってください。そして今日の体操をぜひ続けてみてください。どれだけ進みが遅かったとしても、例えば今日明日ですぐに効果が実感できませんでしたということがあったとしても、やらない人よりもやった人の方が確実に体っていうのは変化していくんです。でそしてもしこれを続けていくことができたら、3ヶ月後にはあなたはきっと今日始めた自分自身に感謝をします。自分のことをもっと大切に思えるようになっていると思います。更年期は英語で言うとチェンジオブライフです。そこから団体名チェブラというふうに名前をつけて活動をしています。ぜひこの期間を心と体と向き合って、でそして快適な体を作る土台作りの期間にしていきましょう。神様でこのような本も出ました。更年期をチャンスに一度きりの人生をよりよく生きたいという方はですね、この初めまして更年期、先週出版社さんから発売です。この本ぜひ読んでください。概要欄にリンクを貼っておきます。でまたこのチェブラチャンネルでは、更年期を美しく健康に快適に過ごしていけるようなヒントやアイデアを発信しています。チャンネル登録まだの方は今すぐチャンネル登録をお願いします。でそして、この動画お役に立ったよという場合は、高評価ボタンを押していただけるととっても励みになります。でまた SNS もやっていますので、こちらも概要欄に貼ってありますので、よかったらフォローしてください。というので今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。